ありましたね。早いね。早いね。さてさて、じゃあ全部預けね。はい。はい。失礼します。これだけ見つけきらん。これに乗って、あ、分かった。ありました。はい、大丈夫です。そしたら、これが何やろうか。この枠の、この枠は18禁ちゃけどね。これは分からんね。ちょっとね、これ少しあれやね、あの引かないからね、ちょっとね。これは分からんけどね。ちょっと申し訳ない。ここのところは引かせてもらうけん。これはもう1万円。うん。これは1万円ね。この、ここのところがもうほぼ重さやもん。そして、これは丸まん。これは丸まん大丈夫。これは丸まん大丈夫やけん。これ3万円あるね。それやったらね。はい。そして、これがここのちょっとこうシリコンの部分が低くしても、まあこれもあんまり関係ないけん2万円ね。そんなに重たいもんじゃないけん。このシリコンはね。で、これがもうこれは丸々大丈夫ということで、これが3万円はいというところで別々はい。そしたら6789万になりますね。今ね、本当に高いもんね。私いっぱいな入ってる。うん？いっぱい入ってる。いっぱい入ってる。いっぱい入れた。もう家渡ってるから。うん。あのマンション売ったの。あ、マンション売ったの？まだお金ないから全部売ったら全部取りますよ。うん。うん、だから。え、何？住んどったマンション売ったの？そうです。で、今どうやって住む？あの今は、うん、あの一軒家。ああ。一軒家作ってます。へえ。あ、作ってますっていうか、じゃあどこ住んのでも。あのおこま、これ。うん。むちまきしたこの前。うん、いや分かるけど、じゃあ今どこ住んの？今まだ春町。あ、住みながら一応もうマンションを売るっていう感じね。ああ、なるほどなるほど。で、その一戸建てのうちはどこに建てようと？大隈。大隈。ああ、なるほど。コストコの行くとこ。はいはいはい。笹ぶりの西山の近く。でもそれ、あの一戸建て結構いい値段したでしょ？3700万。ああ。ローンで、マンションはいくらで売れたと？本当は2000万売りたいけど、でもなかなか。うん。2500だけ。ああ、なるほど。でもまだね、若いけんちゃんとね、ローンも組めるしね。旦那さんもね。うんうんうん。あ、やっぱりマンションよりも一戸建ての方がいい。そう。うん。あ、私も逆にね、そう、私も最初マンションでね、一戸建てがよくって、でも今度一戸建てになるとね、ほらマンションって全部フラットじゃない。そうそうそう。ね、それがこうほらな、かで私の年になるとまだいいんやけど、あ、またボルトフラットに戻りたいなってなんか思ったりする。もうあの後隣ああ、ね、そうね、その自分の意見になったらあんまりね、うん、そうそう、なのでね、なんていうの、マンションの良さと一戸建ての良さがあって、で、ま、一戸建てのお家になると例えばほら台風が来たりとかなんとかかんとかところで結構周りとかねとか、あとちょっと壊れたりとかなんかとか結構お金がいるようになるわけよ。だけん、まあ、どっちもどっちやね。そう。で、そういう意味ではその周りがうるさいとかそのほらね、そんなのは全然気にしなくていいから。そうね。それが自分で土地だったら自分での家だから、みんな
ママ周りの人は関係ないよね、うんうん、でも周りの人関係ないってことになるけど、ご町内のちゃんとそういうのをきちんとしないかんから、マンションはその点はそこまでこうしない。だからまあどっちにしたってね、煩わしいというものはどこいつでもついて回るよ、どっちにしても、うん、マンションもめんどくさいじゃん、いつもかあのミーティング会議あるの。ああそうね、そう行かないと罰金参戦。ああそう、うん、で掃除もね外で、ああうん分かる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 、うんね、いる。あと、うん、おはようございますもね、うろうじゃん、上がったらエレベーター上がったら、うんうんうん、おはようございます、うん、たまにあのあおはようございます言わないでしょ、挨拶もしないでしょ、おるよ、うん、マンションの人、うんうんうん、だからなんかね挨拶してもおはようございます何も言う、まあでもそれが言い出したら、隣だからあそこの人なんか変な人がおるとか、それはもう どこだってもうどこでもそんなもうみんな素敵とかない、まあ、なんか変な人おるねみたいな、それはあるよ、それはね、まあまあでも分かる分かる、言うことは分かる、そうね、そうね、今はしょうがない、ね、しょうがないしょうがない、でも日本はっていうかあのね、何やろう、まあいいところを見て、いいところを見てあの過ごすしかないよ、だって何やろう、治安が悪いとかいう国に比べたらさねえ、あというかだんだん治安が悪くなりようけどね、そうですね。じゃあお預かりで、はい。